はい、こちらには夏の高校野球福島大会で見事優勝、そして甲子園出場を決めました日大東北のキャプテン松川裕也選手、エースで4番の吉田達也選手、そしてチームを率いる宗像監督にお越しいただいています。改めて甲子園への出場おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、まずは松川選手、はい、今のお気持ち教えてください。はい、本当に小さい時から夢見ていた甲子園なので、それが今回実現できたっていうのは本当に嬉しいですし、本当に多くの方々にお世話になってきたので、まあ、それに応えられて感謝の気持ちでいっぱいです。はい、そして吉田投手、実感は湧いてきました、甲子園出場への優勝した瞬間は本当に実感が湧かなかったんですけど、うん、試合後にたくさんの方々に祝ってもらって実感が湧いてきました。さあ、そして宗像監督、18年ぶりの甲子園出場となりますね。そうですね、本当に長かったです。その間ですね、何度かチャンスはあったんですけど、全て、跳ね返されて、今後いけるかなというふうに思ってた先のですね、この優勝だったので、はい、部員もそうですけど、皆さんに、喜んでいただけるんじゃないかなと思います。はい、さあ、そんな昨日の決勝戦、興南との一戦だったんですけれども、まさに息を呑む接戦となりました。選手そして監督と一緒に振り返っていきます。試合は初回から動きます。興南は打線がつながり、2本のヒットで先制のチャンスを作ると、2年生の4番、小林、ファーストのグラブを弾くタイムリー、さらに5番、星、いい当たり、レフトの前、興南2点目。興南の先発はここまで防御率 0.55 の星雄志。仲間が点数取ってくれて、すごく楽な気持ちで投げることができました。持ち味の打たせて取るピッチングで序盤を0点に抑えます。先制された日大東北、守備で見せます。詰まらせます。ただ面白いところに打球飛んでいますが、ライト掴んでる、ライト大塚の好プレー。試合を振り出しに戻したい日大東北は4回、5番、2年生の那須が内野安打で出塁すると、同じく2年生の山下、初球打ち、ライトへ、打球落ちる、二塁ランナーは三塁キャンパスを蹴ってホームに帰ってきました。変化球、空振り三振。その後同点として迎えた7回、日大東北はフォアボールで出たランナーを得点圏に進めると、2番、馬場が試合をひっくり返す勝ち越しのタイムリー。試合の流れは日大東北のペースに。ドラマは9回に待っていました。興南のバッターはここまで一人で投げ抜いた星。初球からいった、ライトへ、大きな当たり、伸びていく、入った。ちょうど狙い通りの球が来たので、振り切ったら球入ってたっていう風に感じでした。ゆっくりとホームに帰ってきました。劇的同点。しかしドラマは終わりませんでした。その裏の日大東北、9回ツーアウトランナー二塁の場面で、打席にはここまでノーヒットの1番、大塚。ここで自分が打たなくてたら負けると思って、自分で絶対決めてやろうと思って立ちました。星が投じた今大会541球目、高く上がった、前進守備のセンターへ、打球はひざから崩れ落ちた。
いや本当に目まぐるしい展開でした。キャプテン改めて振り返っていかがですか。はい、前の試合に比べたら、まあ、先制されて多少焦りというものあったんですけど、はい、どこのチームよりも苦しい展開を乗り越えてきたという自信はあったので、まあ、その自信を持って、まあ、最後チーム一つになって戦えたので勝利につながったかなと思います。はい、そして吉田投手3回から8回までヒットを許さない素晴らしいピッチングでした。ご自身で振り返っていかがでしょうか。点を取られても仲間が絶対に逆転してくれるっていうふうにずっと信じてきたので、強気でピッチングすることができましたし、3回以降はチームの勝利に貢献できるようなピッチングができたかなと思います。素晴らしいピッチングでした。さあ、そしてすいません、宗像監督、スタジオからもちょっと質問させてください。まずは優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。宗像監督、優勝できた一番の要因というのはどんなところでしょうか。そうですね、隣にいます吉田投手、そして左の馬場投手、この2人がすごい安定してて攻撃に専念できたということと、打線がですね、この大会本当に1番から9番までそつなくみんながこう打ってくれたものですから、打線につながりがあった、これが多分一番の要因ではないかなと思います。今のお話の中にもありましたが、馬場選手はお父さんが日大東北高校の OB で、そしてお隣にいる吉田君はお兄さんが日大東北高校の OB で、共にこう決勝で惜しくも涙をしていたという中で、やはりこう選手たちは意識する部分というのはかなりあったんでしょうかね。そうですね、本校はOB のお子さんがいっぱいいまして、甲子園に行ったお父さんもいますし、逆に涙を飲んだお父さんもいます。そういう子どもたちが本校を目指して、そしてその甲子園を目指して頑張ってくれているというような部分で、それを引き受けた私としては、本当に毎年のように辛い思いはあるんですけど今年は本当に良かったなと思います。はい、いろいろな思いがあったんですね。そんな宗像監督なんですけれども、昨日の試合終了後はインタビューで会場をどよっとさせるような、はい、そんな発言がありました。はい、改めて VTR をご覧ください。監督ご自身、今年の夏どういう思いで戦われてきました。正直ですね、言っていいのかな、言っちゃうか、いい。抽選会決まった時に今年の夏で終わりだということで3年生に伝えました。で、どこまでこの選手とできるかなということで、無心でやってました。いや本当に会場がどよめきました。選手の皆さんはご存知だったんですか。はい、抽選会の後に監督さんがそういう話をいただいて、はい、監督さんから一緒に最後まで戦おうという強い声をいただいたので、はい、選手間でも最後甲子園に絶対に行こうということを話して、その心が一つになって大会に臨めたなと思います。監督は今の選手の気持ち聞いていかがですか。いや、ありがたいです。自分自身も、監督を再度引き受けたときに、自分自身がやはり強い気持ちでやるためには自分自身が追い込まなきゃいけないと思いまして、3年って決めてたんですね。それでその3年目が今年だったものですから、ずるずるいくよりは自分自身がここで身を引くぐらいの気持ちでこの選手に、強くなっていただきたいって、強くなってもらおうと思って、気持ちで心で決めてたものですから、まあいうタイミングが抽選会しかないかなと。そしてこの子たちが一つまた一枚岩になって強くなってもらえればなと思ったものですから、まあ、これがこういう最高の形でですね、結果を出してくれて、大変感謝しています。ということで監督そして選手にとっても最後の夏、そして甲子園になっていくわけですね。選手のお二人から最後にカメラに向かって意気込みをお願いしてもいいでしょうか。はい、今大会は本当にたくさんの方々の応援があることに気づかされたので、その期待に応えられるように、より一層最後まで仲間を信じて、指導者さんを信じて、活躍した姿を見せられるように頑張ります。地区大会では仲間に助けられた試合だったので、甲子園では絶対に自分が仲間を助けるようなピッチングをして、一生でも多くこの仲間と野球ができるように頑張ります。
甲子園での活躍、福島から応援しています。ありがとうございました。ありがとうございました。